まあ、今回のプロジェクトでなんかこうどういう歌い手が必要なのかと思った時に、なんかこのみすずの歌を歌うバンドというかグループみたいなのがあったらいいんじゃないかと、うんうん、でそのグループにボーカリストが何人かいてて、そのボーカリストができれば有名な人がもうこの、まあ、ミスズズみたいな名前がええんちゃうと思うんだね。となるとすごい短い曲がいっぱいできるから、うーん40曲ぐらいあってええんちゃうかなって。最初のリリースは、うん、最初で40すごいじゃないですか。この刺繍付きでね。そうそう、刺繍付きでね、うん、その想定やります。やってください、はい、と僕個人で言うとやっぱオリコンとかには全然興味がないんですよ、全く、うん、オリコンって形骸化してて、うん、だからなんかチャートのどうっていうよりはやっぱりそういうところでプロフェッショナルが集まってやったっていう話題がしっかり世の中を回ることがなかったなって僕は思いました。はいはい、その意思をちゃんと、伝えて、それだったらやりたいなっていう人を募っていって、うん、メンバーを決めていくっていうことでいいかもね、うんうん、見えてきた、うん、じゃあ移動しますか。はい、ありがとうございます。ございました。ございました。緑の小道、梅雨の道、小道の果てはバラの家、風吹きゃ揺れる香るバラの家。バラの小人はお窓から小さな金の羽見せてお隣さんと話してた。ルルルルル、トントトドアを叩いたら窓も小人も皆消えて風に揺れてる花ばかり。ルルルルル、バラ色の明け方に訪ねていったバラの街。その日私はありでした。いやー、ちゃんとしたことをしっかりできそう。本当に、うん、本当に、うん、ああよかった、この時間が必要やってね。青いお空の底深く